うわー、めっちゃぽっこりしてる。うわー、なんだこれ。はい、美容整体師の内山です。皆さん、ぽっこりお腹悩んでますよね。これってダイエットしてもなかなか取れないし、なんでここにお肉ついてんのってすごい悩んだことありませんか？今回はぽっこりお腹を解消させる方法なんですけど、プラスぽっこりお腹にさせない姿勢作りも兼ねてます。運動ってね、続けるの苦手だなっていう方いらっしゃると思うんですけど、たった1分でできるんですよ。1分でできればなんか続けそうな気しませんか？たった1分でできるこの方法、続けてもらえばぽっこりお腹も解消できるし、今後ぽっこりすることがなくなってきます。それぐらい効果ある方法ですので、ぜひ動画を見ながら一緒にやっていきましょう。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、ではやっていくんですけど、まず簡単にぽっこりお腹になってしまう原因を説明します。それは腹筋が使えてないことです。ただ皆さんが思う腹筋とちょっと違っていて、腹筋の下の方、骨盤に近い側の腹筋が使えてないとお腹がぽっこり出てしまう姿勢、専門用語で言うと骨盤前傾とか腰椎前腕、皆さんが分かりやすい言葉で言うと反り腰だったり、そういう状態になっているとお腹ってぽっこり出たまま腹筋もあんまり使わず生活してしまうため、お腹がポコッと出た状態がずっとキープされちゃうんですよ。また腹筋が使わないと周りの脂肪も燃えにくいです。なので今回腹筋下部っていう下の方、腹筋の下の方を鍛えることでポッコリお腹を解消させる方法になります。筋肉が使えるようになってしまえばポッコリお腹をね、ずっと改善することができますので、ぜひ今回の方法を試してみてください。はい、ではやっていきます。今回の体操は固めの床でやってみてください。まず立ってもらって、今どれぐらいお腹が出てるかちょっとねチェックしてみてからやってみてください。では仰向けになった状態で体操していきます。このように寝てみてください。まず仰向けの状態で足を伸ばすと、ここが浮いちゃってる方ぽっこりお腹になりやすいです。なのでここが浮かないようにぐっと腰を丸めていくと腹筋の下部、ここら辺が働きやすいんですね。ただ膝伸ばしてるとやりにくいので、膝を曲げた状態で運動していきます。腰をぐーっと丸めていきます。ちょっと言い方あれなんですけど、お尻の穴を天井に向けていくような形でぐーっと丸めてみてください。でちょっとだけお尻上げると、おへその下あたりに力入っているの分かりますか？おへその下あたり、ここら辺、ここに力入っているとめちゃめちゃいいです。このグーっておへその下に力入れてキープっていうのを1分間やっていきます。で今回の運動、腹筋の下、おへその腹筋のところに力を入れていただきたいので、グーっと力を入れた時に指の先端でこのように刺激を入れてみてください。はい、これを1分間、ちょっとね運動慣れてない人大変だと思うんですけど、やっていきましょう。本当にね1分やっただけでポッコリお腹改善しますので。はい、ではやっていきます。いきます、よーいスタート。ぐーっと腰を丸めてください。でおへその下、手でこのように叩いてください。で皆さんはこの叩いてる時、息は吐いてくださいね。はい、1回休みます。もう1回いきます。ぐーっと腰を丸めて、お尻を天井の方に向けるようなイメージで、おへそを指で叩きます。おへその下を指で叩きます。この時は息吐いてくださいね。はい、力抜いて、もう一回いきます。ふう、腰を丸める、息を吐きながら手叩いてください。指先でお腹の下叩きます。はい、もう一回、結構地味だけどね、これ結構は効いてきますよ。はい、叩いて叩いて、はい、最後、はい、いいですよ。お疲れ様でした。1分間やってみて、おへその下結構あったかくなってないですか？で最初のお腹のポッコリ具合とちょっと確認してみてください。ここにね力が入った人は、
こう出てたお腹がぐっとちょっとね引っ込んでると思うんですよね。これは今腹筋の下の方が働いてぽっこりしたお腹をぐっと抑えてくれている状態になります。でこれたった1分でこの状態できますので、1日1回を4週間まず続けてみてください。そうすることでぽっこりお腹になってしまう姿勢だったり、ぽっこりお腹自体の脂肪燃焼されてその状態がキープすることができます。はい、今後美容に関することで体の悩み顔の悩みありましたらリクエスト受付中です。Twitter と Instagram もやってます。ぜひフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。